皆さんこんにちは。久々のパンダネタです。今日はですね、パンダにちょっと自転車を積みますので、ちょっとそれを紹介してみたいと思います。本当はスキーキャリアとかですね、スノーボードキャリアとかで、自分はスノースクートっていう自転車にスノーボードがついたようなやつですね、ちょっとそれを積むとことかをお見せしたかったんですけど、結局今年は雪山に行く機会がないままに冬が過ぎてしまう感じですので、ちょっとサイクルキャリアを工夫してますので、そのあたりを紹介したいと思います。はい、これが、取り付けるサイクルキャリアです。まあだいぶ古いものですけど、スーリーのですね、サイクルキャリアです。ちょっとここに紐も巻いてますけど、ちょっとこれを、こいつはフロントのホイールを外して搭載するタイプのやつですね。じゃあこいつをつけていく感じですね。でキャリアそのものはこういう感じでね、ここだってここにこれをキャリアバーにこうくっつける感じですね。はい、なのでまあ取り付け方とかはね、別に見りゃ分かる感じなんで、ルーフキャリアに取り付けるためのこのステーをここにかませると。では早速つけてみましょう。で1台しか今積まないので、まあ、1回1つしか持ってないんですけど、向こう運転席側か助手席側かってことですが、まあ、うちの場合左ハンドル、運転席側にいつも大体つけます。車を道路の端につけた時に下ろしやすい感じですね。まあ、別に何の難しいこともないので、こんな感じでナットを締めるだけです。後ろ側の方は、まあ、これ、ね、この位置をスライドさせて位置を合わせて、まあ、クイックリリースみたいになってますので、まあ、適切な硬さにしてガチンね。でフロント側はさっき仮締めしたので、ってね、どのぐらいの強さで締めればいいんでしょうね。まあ大体適当ですけど、落ちなきゃいい。はい、つきました。はい、簡単ですね。ルーフキャリアがついてるんで、まあそれにつけるだけなんで簡単です。遊んでないで積んでみましょう。フロントホイールを外しまして、こう乗せるわけですね。はい、ということで、で後ろはバンドで止めます。外したフロントホイールはトランクに入れるか、まあこの辺に こんな感じで、ちょっとしっくりこないですけどね。でこいつで縛ってます。まあこれで、まあ、まず落ちることはないですよね。
最初に工夫してるっていうふうに言いましたけど、何を工夫してるかっていうとですね、ここなんです。実はこれ本当もっと長いんですよ。長かったんですけど、これ長いとですね、こんな感じで、ほら、これでもね飽ききらないですけど、もともとこれこのぐらい長さがあるんで、この辺ぐらいまで開かなくなっちゃうんです。これ当たっちゃって、だからなんとか少しでも広く開けられるようにと、ここをこの自転車でつけた時のギリギリの長さまでここぶった切りました。だからもしすげえホイールベースの長い自転車とか積もうと思ったら積めないんですけど、まあうちにあるこれとクロスバイクなら積めると。まあこれでもちょっとこうね、こう開ききらないんで不便ではありますけど、じゃあね、そんなのがね、なんでこのキャリアこんな後ろにステップバックしてつけてるんだと、普通こうもっと前につけるでしょ、前につければ当たんないでしょと思うんですけど、そこがこだわりなんですけど、こうしてやらないと、屋根が開けられなくなっちゃうんですよ。ほら、ね、ここ、今ギリ。これより前につけちゃうと、これが当たって、サンルーフが開けられなくなるんです。それがね、嫌だったんですよ。後ろはまあ諦めるんですけど、後ろはね、このキャリアつけた時点で開かないんで、前だけでも開けたいと。そのためにギリギリに後ろつけられるように、わざわざキャリアをぶった切ってまで後ろの方につけてるっていうわけです。まあここまでして屋根開けたがる人もいないと思うんですけどね。はい、ということで、これなら自転車を積んで屋根も開けて走れるということでございます。あ、さっき忘れましたけど、一応、ね、盗難防止の意味と、万一キャリアが外れたりとか言ったことが起きて困らないように、一応鍵はかけます。こうすればね、最悪これがね外れてもガーンってここで落ちて終わると、キャリアのロックもちゃんとかけますよ。これやるとこれが開かないから、まあ少しここがパカーンと開いちゃって落ちることはないという感じです。ということで、サイクルキャリアのご紹介でございました。緊急事態宣言で遠出もできないので、これでちょっと河原で遊んでこようかなとか思います。はい、ということで今日はサイクルキャリアの紹介という、まあ、小ネタでございました。これから春になってね、自転車とかが活躍する時期になってきましたので、もうしばらく乗ってなかったですけど、また少しずつ乗って、まあ、腰痛がねひどくならない程度にこういう自転車も乗っていこうかなと思います。はい、じゃあそれでは今回の動画はこの辺にしたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。